ニュース速報茨城県つくば市の私立竹園東省で1年生担任の40代女性教諭がトイレ使用をめぐり強い口調で指導し児童3人が一時不登校になったり欠席がちになったりしていたことが16日学校や市教育委員会への取材で分かった市教諭は不適切な指導で重く受け止めているとしている学校によると 教諭は4月に担任に着任後、児童が授業中に無断でトイレに行ったことを厳しく注意。その後、複数の児童がトイレに行けずに失禁した。教諭は、また皆の前でお漏らしは嫌だよね、などと強い口調で指導したという。学校は7月に教諭を担任から外した。教諭は現在休職している。地教諭は教諭への研修を予定している。